となります。続いては千葉県の文学都市、小説家志賀直哉もこの街を愛しました、千葉県我孫子市から志の皆さんです。それではお願いいたします。千葉県我孫子市を拠点に活動している志の皆さん、よさこい、ダンス、未経験者が大半ですが、全員でさらなる高みを目指し挑み続けます。それでは志の皆さん、よろしくお願いいたします。会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たち千葉県我孫子市を拠点に活動しております志と申します。千葉県我孫子市は最近ドラマや撮影のロケ地としてとても使われています。先日も木村拓哉さんの主演のドラマで撮影のロケ地として手賀沼、手賀大橋が映されておりました。そんな我孫子とともに精一杯演舞いたしますので、ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。